でいます。左の手首を抑えているようです。あとは鹿島からするとやっぱトスの2トップの守備が嫌なんですよね。あーはーはーはー。で2対2になるとやっぱりプレッシャーかかるので、三沢は降りるんですけど、まあ、降りた時にそこから縦パスが入りましたから、トスからするとやっぱり中盤のラインを越えられる縦パスはあの入れさせない方がいいっていうところを、まあ、鹿島がそこを上行きましたね。でポストンが入った瞬間に落として飛び出すっていうところが、割れたところにうまくレアンドロ走ったんで、よくあるだけ